見つけられないと思うけどね。お、お待ちしております。トヨスタの傾斜きついけど怖くなかった。顔怖いね、あれねあれめっちゃ怖いね。なんかもう滑りそうだったもん。こんばんは。レナさんの卒コンの時怖すごいね、あそこから見てたんだみんな天空席。プレゼンター消してほしい。わかった。クスターレナさんとキラパス見に行ってるから。それ以来かな。トヨスタで怒られたの思い出したやめね、やめて、やめなとか言って。スタジアムフードは食べた。ビーフみたいなやつ。ましたよ。確か決めてて、ついてけんついてけんって。頭の待ち合わせし、18日暑いんだ。焼けますね皆さん。じゃあ絶好調や境、ね、ありがとうございます。愉快なお二人でした。色白じゃないよ、色白じゃない。これでも頑張って白くしてる方、白く頑張ってんの。黒黒好きやで、黒歴史やけど。あずめろやめて。あずきみたいってことでしょ。熱中期はみんな黒いよね。ね、部活とか
中学生とかだから。ね。エゴさんはずっと白い。エゴさんは多分、もともとやっぱ色白っていうのもあると思うし、あまりね外に出ないって言ってたので、それもあるね。アイアイの初期は白くてガリガリなんて言うやつ白かったっけ、アイカ。まあでも確かに白かったか。空調静かになったよね。ごめんね、エアコンでボーボー言ってるよね。なんだっけ、みんな黒かったイメージまあそうね、みんな中学生、平均中学生だったから、まあみんなねあれだよ、白くなるよそりゃ。そう、アイカはもう今は白いけど、確かに黒い時期もあったね カエルさんは静かだよ、窓閉めてるから。そうだよね、運動してたら焼けるよ。だってもう半分諦めてたもん、日焼け止め塗るの。はい、木の出身は黒いね。ね、黒いよ多分。この子黒いなって思って見られてたと思う、面接審査とかの時はこの子真っ黒やなって思われてたと思います。南国感あった。え、結構黒いよ私、マジで黒い。でもちっちゃい頃も写真見たら黒い、はい、ちっちゃい頃の写真も黒かった。多分外によく遊びに行ってたのかしらね。その面接の時はテニス焼けですね。はい、テニス焼けです。写真見せて、どっかに載るんじゃないどっかで見れるんじゃない。お姉ちゃんは黒くないのね。ね、黒い時期もあったけど、お姉ちゃん小さい頃は何やって遊んでた。小さい頃って何歳小さい頃って何歳。本当にだから小学生とかは本当になんか小学生は何やろう、もう小学生はなんかコンビニが好きで、小学校終わったらコンビニ行ったりとかコンビニ行ったりとか、プリクラ撮りに行ったりとか。小学校の頃は、小学校3年生とか、はい、4年生は、はいですね。
友達と外で遊んでましたね。小さい頃からコンビニはありました。はい、プリクラはもうマジで昔のプリクラだから、もう画質がすごい、画質がすごいですよ。コンビニが遊び場だったの。なんかコンビニたむろうとかじゃない、なんかそのプッチョあったじゃん、 AKB さんの。それを買いたくて、てか集めてたのよ、なんかメンバー揃えるために。それを友達とコンビニに買いに行って、プッチョ、それをはいやってました。そうそう、プッチョ時代だから、私プッチョ時代、キーホルダーとかなんかちっちゃい本とかなんかいろいろあったじゃん、フィギュアがね。覚えてる？みんな覚えてますか？あとなんかわかんないけど、しかもその時期って野菜シスターズもめっちゃ流行ってて、なんかわかんないけど野菜生活を飲んでた。野菜生活って合ってるのかな。今でも撮ってる？撮ってる、あると思う、あるある、どっかに。ちょっとどっかにある。 AKB のプッチョ食べた食べた食べた、ちゃんと食べてたよ。集めてるとかじゃなくて、それをお菓子にしてたので。そう、野菜シスターズ、はいはいはい、懐かしいよね。野菜生活だよね、懐かしくない？ねえ、カゴメの本社栄なの。初知り。そんな小学生活、小学校生活を送っておりました。はい、まあ、基本外で遊んでましたね、友達と。自転車、チャリを、チャリって言っても分かんないよね、方言すぎる。自転車でいろんなとこに行ってましたね。はい、懐かしい思い出です。なんかあるよね、自転車ってさ、地域によって言い方。あ、蹴ったも聞く、たまに蹴った。チャリーは全国、あ、そうなんだ。チャリーってここだけやと思ってたけど、岐阜に遊ぶとこあるの？バカにしてるかな。あるよ、あるある。蹴ったマシーン、蹴ったは聞いたことある。蹴ったマシーンまで言う人は出会ったことないかも。蹴ったは聞くかな。自転車ガール、そう、自転車でいろんなとこ行ってましたね、本当に。ハンドルはカマキリ型だった。なんかさ、カマキリ型ではないよ。カマキリ型の女の子はそうおらんかったかな。はい。電車で行った一番遠いところ、うわー、どこだろう、どこだろう。どこなんだろう。どこだろう、覚えがない。覚えがないですけど、結構遠いとこまで行っ
出たとは思うかな。長島スパーランドは行ってないかな。さすがにちょっと距離あるかもしれない。ありがとうございます。出ました、471。沖縄まで行けたらいいですねチャリで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。500日まであと何日、71だから29です、ですね不安になります、はい、不安になっちゃいますね生誕グッズの締め切りは今日まで、ありがとう教えてくれて、みんなありがとう。皆さん生誕グッズ締め切りは今日までです。ぜひまあ、トーク会がもし、まあ、きっとあると思うのでわかんないですけど何とも言えないですけども、まあ、もしあるとするならみんなとお揃いできたらいいなと思うのでぜひゲットしてください、よろしくお願いします。あとツアーのグッズもぜひゲットしてください、お願いします。まだ提出しないの？ん？どういうこと提出しなきゃ販売されんよね、リリース後にイベントがなかったらちょっとやばいと思うんですけど、まあ、ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ、バイバイバイバーイバイバーイ。